はい、速稼塾の久保でございます。コメントにね、ちょっと返信させていただきます。コメントをいただいたのは、松本美香さんですね。ちょっと前に、今朝、書き込みいただきました。ごめんなさい。そしてありがとうございます。久保さん、名前は伏せますが、ある政治家さんが、田舎者はビビリだから、何々県なんかすぐビビると言ったんです。私も田舎者ですから頭に来てしまい、決めつけないでください。一人の YouTuber として、政治家として、全国の田舎の方に謝罪してくださいとコメントしたのですが、スルーされました。まあこういう発言をするべきではないですね。権力を持った人、政治家さんが言っていいことは本当に少ないです。慎重に発言していただきたいですし、間違えた場合は真摯に謝罪するべきだと思います。その謝罪の方法も議員辞職をかけてね、まさに首をかけてやっていただきたいかなと思いますよね。もう先日の大吾さんの謝罪の日ではないと思いますよ。やっぱり民間人の大吾さんですらね、しっかりと謝罪するわけですから、こと人に選ばれた政治家さんが深く謝罪して、もう腹を切るぐらいの勢いでね、やっていただいてもお釣りは来るんじゃないかなと思いますね。本当に怒り心頭ですね、美香さんね。はい、後半読みます。期待はしていませんでしたからいいんですけど、気分を害しました。まあ、そうですよね。私も同じ気持ちです。ですが彼に言いたいことは書きました。久保さんのお考えのようにバカは相手にしないことにしました。そうですね、この人とは意見が合わないなとかね、この人は全然理解し合えないなと思ったら、その人を離れて自分の気持ちに近い人と触れ合っていってね、そして励まし合って高め合っていきましょう。もうそれしか私たちにはもう残されていませんからね。ちなみに民主主義っていうのは、少数派の意見が多数派に変わっていく過程のことを示すらしいです。私たちの声も今は小さいですけども、必ず賛同者が増えていって、きっとですね、多くの人が賛同してくれる、そんなうねりになると思います。ミカさん、私がついてます。久保さんのお考えのように、3日ぐらい悩みましたけどね、そんなとこです。よく耐えられましたね。はい、それより1回目のワクチン受けましたが、やはり女性は副反応ひどいです。17日の朝だったんですが、未だに発熱、頭痛、腕の腫れが治らず寝込んでいます。2回目はさらにしんどいらしいので、覚悟しないといけないですね、ということですね。はい、書き込みの方、レポートありがとうございます。副反応につきましては、もうこれはね、完全にね、確率レースなんですよ。ですので一定の確率で誰かが割り送ってしまうというものらしいです。でも例えばね、副反応がひどく起きる可能性が 5% だから、 3% だから、これを使いましょうっていうのが現在の、早期承認のワクチンなんですよね。本来でしたら5年10年と治験を重ねて、改良を重ねて世に出されるんですけども、今回は待っていれば被害が広まることも考えて、ワクチンの副反応がある程度起きることをね、容認して出されてしまいましたので、結構慎重にね、考えないといけないですよね。だから考えても分かんないですからね、私たちにはね。まあですんで、もう本当当たるも八卦みたいな感じでワクチンにぶつかっていくしかないと思います。まあ、あとはね、もうちょっと様子を見て、日本人のワクチンの様子を見ながら判断するっていう方法もあります。これはね、非常にね、他の人を見て、他の人をモルモット化するみたいで申し訳ないんですけども、まあそういう意味で自己判断が求められてるのかなと思いますね。はい、以上でございます。本当に今日もよろしくお願いします。